簡単に言うと、えっと、うん、ごまんさんがって、人狼でした。え<っ>?はい。はごめんなさい、なんかもうゲーム終わっちゃうと思うんですけど。まあ、誰だよ、お前え。え?。こが黒。ここ <laughs> が黒。いや、今日はやってし方が本当に、死んだ。魔女なんかあったっけ?。あ。これか。これ、なに、これ。 はい、5番さんから10個お願いします。6です。あ、6です。7です。1です。2です。3です。おい、バカにしてるやつ。おい、バカにしてんだろ、お前ら。4ですじゃねえんだよ、お前。えー、初日、紙ありですね。占いあり。えっ、ー、と、えー、チャットでの考察とはストアやめてください。では、始めたいと思います。まもなくゲームスタート。 身分を確認してください。あ、よろしくお願いします。<番>あ、そうなの一番。初日がメアリーなんだ。へえ。初めてだからさ。僕の村人ですの僕の狼まず追わないでください。僕狼だったらね、いに白か黒を出さないと、相方がね、悲しいことになるんで、僕は村です。役職も何もないです。以上です。 はい。えっと、まず最初に、えっと、私、占い師でした。あ<ー>えっと、最初、あの、騎士騎士の方あは、騎士の方いらっしゃると思うんですけど、えので、今言いました。えっと、初日の占いがありだったんですけど、え、いないんですかえ、<laughs> え、あんまいいや。<あ>で、えっと、初日占ったんですけど、あ、魔女か、ごめんなさい。魔女部屋でしたね。 <laughs> えっとはい、占い結果がえっと私分かんなかったので適当に読むことがって <laughs> えっと村人だったのででえっとまだ最初なのでそれしか言うことがないですはい、おはようございます村人陣営ですそうだねえー、2番さんうんあ <laughs> そうだなそうだな2番さんもっとうん自信持ってやっていいと思うようまいさあ、うん これね、俺がよろしく,しくって言ったときで、お前、しかとしたよな、お前、はい。おはようございます。村人陣営です。はい、2番さんが自分の白だし、うん、2番さん、ちょっとなんかめちゃくちゃ勘違いして可愛かったって感じかな。うん、逆にあんな、うん、そんな、うん、感じで、逆にちょっと今のところは,今のところはね、うん、3年しくてないからね、死んでみるんだけど、 で、3番さんなんだけどね、3番さん今の盤面だって、うん、別に24の囲いも見てもいいんじゃないですか適当んじゃなくてね、うん、2番さんは同じ書を出した中別に、うん、そこ盤面見て逆に24の囲い見ていいんじゃないですかと思いました。まあ、今のところはそういうぐらいかなというところ。うん、2>, まあ2番さんの2番が1のになったら4囲ってるかなって感じかな。まあ、67で対抗できるか出ないか、2番目変わるんですけどね。って感じかな。 ありがとうございます。占い師をいたします。7番さん占って白でした。ということでね。えー、2が人狼確定でございます。はい。で、3とね、3、4、5の中からちょっと怪しいやついねえかなと思ったけど、一番白いのはやっぱ5番さん。うん、発言がまとめてて結構白いかなと思ったんだけど、一番黒いの3でしょう うん、2、3ラインかなと思ったんでね、ちょっとラインがね、ちょっと気持ち悪かった。うん、3番のラインが。ね、セオリー通りっていうのも、なんで4番なんか、占えなかったけど占ったみたいな言い方もしてたし、うーん、2、3ラインかな、これは。うーんって思ってますね。今日はもうね、しょっぱな僕は2番攻めていくよ。う,ん、うーん、6番さん2、3乗ってるわけね。 うん、2,3で追うのはちょっと早すぎるかなと思うけどな。3,4,5の発言。ましてはまあ3,4,5って占い師2人出てない場面やし、最初の2番が出ただけの時に、それで2、2,3で見るのはおかしいかな、とは思った。正直ね。で、ここ占い師の、まあ割と決め打たないといけない場面ですよね。魔女噛まれたら毒漏れないから、うん、ハンターと一緒の流れやしね。 まあ、最後の発言ということでしっかり2周目は交差等としてどっちするかしっかり決めたいと思います以上はいえっと今占い師の方が6番っていうことだったんですけど、えっと、7番さんも言ってた通りちょっと2三で追うのはちょっと無理があるだろうなと思ってで私からしたら6番さんは完全に黒なんですけど6番さんがあえて白を疑ってる線か 5七を代わってあえて3番差を占いにしてるかのどっちかだと思うんですけど5七代わってでも7番さんは、まあ、6番さんの考察がちょっとおかしいっていう感じだったので私としては5番さんを占ってちょっと一発で人狼当てたいなっていうのは思ってますで私は特に3番さんを怪しいとは思ってないので、まあ、人狼さんが考えて3番さんをあえて黒出ししてるのか 5番さんかなって思います。どの方がやらなっていいか皆んさん教えてほしいです。おお、このゲーム、女有利だろ、絶対。マジで。いはい、えー、そうですね。じゃあ、まずちょっと最初にね、聞きたいんだけど、俺、そんな変なこと言ったうん。なんか、4、5、6がすごいなんか、僕にああだこうで言ってきたけど、まあ、確かにね、あの考察はしてなかった。で、2番さんが喋ってる時にあの、おどおどしてて感じたのが、 素人かなって思って、僕2番さんの,あのプレイヤー情報見たんですよ。まあ、こんなこと言ったらあれですけど。だから僕あんまごちゃごちゃ言わなかったんで、それだけでなんか僕が苦労で23ラインとか言ってる6番さん、ちょっと意味わかんないですね。うん。うん、まあ7番さん。うん、そうですね。まあ57、うんまあ、僕目線、あの村人かなって思ってます。えーまあでも、まあ1が2が真だった場合、まあそうですね。67かな。まあシって思ったけど、うん、そうだな。うーん。 まあ、あとりあえず今日は僕6番さんに入れます。おい、こいつマジでさ、ほんまマジでうっつぇなー。6番さんなんで2んで追ってるか、うん、まだわからん。うんに、なんかね、だってさ、もし2んのラインだったらさ、2番さんがさ3番さんに白出しすればいいだけやん。うん。そこで俺に4番に白出し特攻技ざしてくるってことなんだけどね。うん。普通に2、2、さんだったら2番が3番に白出しすると思うけどな。 うん、そこで追って6番さんおかしいと思った。あとね、6番さん5を死んでなんか見てるとか言ったけど、別に5番さん、うん、めちゃくちゃコース伸びてるわけでもないからね。俺が言ったことをそのまま乗っけて、プラスアルファで言ってるだけだからね。そこちょっとおかしいと思うけどね。あで、6番さんは3、うん、3をなんか黒塗りしちゃったけど、逆に6番の線を切ってるっていうのもあ見えたかな。うん、俺は6番釣りね。6番釣り。 正直、2番ラインとしては2、3、2、4かな ?2、4の囲いがか2、3かな二三4まさが2、3囲わなかったって言ったんだけど、逆に2番が4番に白って言えば、3番さ怪しまれないでしょうん、わかるかな場面的に。2が4に白ろってことで、2、3のラインは怪しまれません。えー、逆に言うとね。で、で、濃くなったら2、4かな ?4 まいに発言。6まに入れます、みたいな。いやいやいや。じゃあ、6シーの場合、どこをっていうの、4番さんはだから6。6の、6黒の場合、67かな ?6 七六63。どっちもある。 一番1の折ってない。一番1のだった26どっちか出ないでしょ、普通に。対抗で。一一は進めろと思うよ、普通の。だから6のライトとしては67、63。2のライトとして24かな、今、こういうの。いややっぱ24かな、一枚も言ったけど。4番がね、6に出るとかね、言ってるけどね。そのラインパス <noise> しないでしょ、まあ、さ、6の。24で、二四い声かな、2二 <laughs> 出るよ、普通に今日。あのさあ、あのー、3、4に言いたいんだけどさ、まあ、まあ、3も4も言いたいんだけど、 あのー、なんて言うのあの、2番が4番占ってしろみたいな。で、囲いの線あるよねみたいな。で、3番3目線、2と4のラインがあるんじゃないかって、それ突っ込まなかったっていうのも怪しいし。で、4番が僕が怪しい6入れるみたいな。なんだろ、うこのラインが。ちょっと気持ちが悪くてしょうがない。なんか、3番4番がね、女性だからね、死んでみるっていう、なんかすごいね、ちょっとネット系みたいな感じで、ちょっとね、やばいと思うよ。うん。普通に、普通にやばいよ。うん。 普通にやばいと思う。把握漏れが多いんだけども、4番なんつったんだっけな。え ?2 と3の囲いの線はないって言ってたんだっけ言ってたよね。いやだって2と4の囲いがあるかもしんないのに、いやそ,そこに関して3番何も触れてないんだよ。うん。確実に2、3ラインバチコリあるでしょ、これ。うん。普通に僕はそう見えたけどね。うん。で今日3番と4番がな,なぜか僕に入れるみたいな意味不明なこと言ってるけど。 いや今日は僕は僕目線も2黒でまあ3は分かんないけどね明日裏になって黒出たらもうラッキーみたいな感じだけど、うん、今日は2僕は2入れるよ、うん、悪いけど、うん、以上もう,もうもうバチコリ23真っ黒ですい、はい、まず単体で今白いのは5番理由としては全体的に触れている、うんうん、全体的によかったで34が結構黒てまず4番3は2についてしか触れてない6が黒でしか話してないよないい <laughs> <laughs> うん、6、6、3って言ってたっけちょっと覚えてないけど、うん。6が黒軸の話しかなかったから、そこはうんって感じ。で、3番さんは5、7が単体で白いと言いつつも6、7ラインあるって言ったから、うん、なんなんこの人は、なんなんこの人っていうか、どっちなんやろうって思ったうーん。で、6番についても5番について一切触れてないような。3、4についてしか触れてないから、そうやったら5、6ラインも見えてくるんよな、結局。 うん、でも、ま、2番、そ,そんな、2番の発言自体は、別にそんな黒いところはなかったから、うん、占い師審議、あ難しいなぁ。白出てる4番が結構発言黒いからなぁ。ははははは。いいぞいいぞつめろ 2! うん、ちょっとまだ決めてない。いや、2入れろよ、もう。はい、さよならさぁ。真の占い師ちゃん。バイバイ。57は多分大丈夫なんだよな。3が裏切って2入れろ。う,うん。そしたら勝ち確だろ。<私 S 1> もう。 おい、3入れろ。3が2入れろ。裏切ればいいじゃん、こんなもん。3が俺に入れてくるんだ、絶対。もう、これで勝ちなんだよ。2入れれば。来い !3 に、番。もうバカだな。えいやー、おもんねえ、マジで。マジでおもんないわ。ーいうーん。7番さん、頑張ってね、これ、もう。ああ、ああ、やっぱね、2。3が放置なんだよな。なんなのマジさん。 3, 2, 3でしょ普通に考えてこれ。うん。4番相変わらず僕入れてるけどね。まあいいです。負けたか。うん。マジ先般だこれ。<い>7も俺入れてきたんだよな、よ<い>結局。結局俺に入れてきたの。結局俺に入れてきた。いや,ーこやいー、これやばいな。これやばいな。いや、俺釣られるー。 いやでも先方的にはいいよ。3とのラインはバッチコリ切ってるから。うん。パッコリ。<あ>マジでさ、マジで、あの、女の方が有利だよ、人流は。マジ。昨夜は誰も知りませんでしたはこいつ何やってんの、マジで。二番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい。えっと、えっと、はい。 簡単に言うと、えっと、うん、5番さんがなって、人狼でした。えごめんなさい。なんかもうゲーム終わっちゃうと思うんですけど。お前誰だよ、お前、えー。なんか私もさっきからずっと5の3、ん、万3の。お前誰お前誰だよ、お前。全然筋通ってなくて。てくてえ、お前誰戦場論っていう感じだったので、ああ、もう絶対5番さんだろうなと思ってたら、案の定っていう感じで。お前誰だよさん<え> !6 万3するって、ひたすら今日。はい、今日。 なんか本当に黒かなって思ってて。で、えっと、正直3番さん、4番さんは私に対して別に確実に知ってるでもなくて、2>, 2、3、4で割と固まっ,ってる意見ではありつつも、3人の中で誰が人6か探り合ってる感じだったので、私はそんなに疑って、<laughs> 3番、ん、4番さん疑ってなかったです。で、今夜は5番さんに入れます。お前バカだろ、お前2番。何やってんの、お前。<laughs> <laughs> 発言そうですねそうですねじゃねえよお前もう。だった場合そうですねじゃねえんだよ。何言ってんの、うん、マジでまあでも普通に今のところっていうかもう僕2審で置いてますよ。だからもう56で終わりだと思います。では5で以上。もう何言ってんのマジ四 ?4 番も多分乗ってくるでしょこの意見。発言してください。 え ?5 が黒 ?5 が黒 ?56? いや、56全く追ってなかった。5番、マジ死んでよ追いつった。うん、それで見とった。焦ってる、焦ってる、焦ってる。俺は63で追ったんだけどな。63?2 番さん、本当に、こう、黒そうな。<laughs> あ,あそれならもう5番でいいけどさ。あまた女に入れるよ。四<あ><え>番、ホすぎまじ。うん、じゃあ5番に入れるわ。 プレイヤーは発言してください。嘘でしょ。俺黒、俺素人なんだけど。ああ<ー>。にぎやきをか人狼だろ普通に。六は、ね、人狼の場合、俺六差しか追っていません。もう俺別に六差しかないから六人狼の場合。二が人狼の場合、二四囲いだろうね。って感じかな。もう <laughs> マジか。にぎやきはじゃねえのか。俺普通に俺なんで。じゃあ二万二千は。俺釣って終わったとどうなの二万三千。破綻してるから二万。ああ。 普通にね。2番目線5、6でしょで、俺、伝わらなったら2番破綻してるからね。まあ、これ二0の言ったら負けるんで、確実に。この番面的にね。ならマージョでしょ。2番が人狼だとした場合。2、3、2、4、どっちもあるんだよなぁ。<laughs> 普通に。2番に入れる番がディアキオっぽいからね。人狼でしょ、普通に。だね、2番。おすすめなんで。 <laughs> めっちゃキレてるめっちゃキレてる。7話はなんていうのえー急にリア鏡多いんですか、5番さん。うん、<laughs> 普通に改め線二人狼でしょそのリア鏡って線はないでしょ。<laughs> うん、で、個人的に2番が3、4を白目で見てたって、あなたは4番に白出してないから、 で、3、4、そこについて一切触れてないよな。うんで、5番も触れてなかったから。もうわからん、これ何 <laughs> 安定進行を取ってもいいけど、安定進行を取った場合は、2番釣って、僕が噛まれるでしょ ?3、4、5でしょわからんねんな、正直な。うん。いや、でも、いや、ちょっと4番さん釣り誘導はやめてください。うん。 なんで2番が噛まれたかってとこなんよなぁ。2番。2> そう考えると5番が占われたくなかったのか。うーん。いや、噛まないの面白いな。誰行くんだろう、みんな。え、5行ってほしい。2、3、4で。お願い。潰して。二番。がは <laughs> <laughs> 釣られた。 まあ、これで3黒って言えばいいのかはいえっとえなんで今殺されたか全然分かんないですえな,なんで殺されたんだろうえー、でももう6番さん、5番さん以外に私はもうないので <laughs> 私が話しら、続いている五番さんと、占って人狼で出た五番さん以外に、もう何も言うことがないので、三番さん、四番さん、七番さんは私は一切疑ってもないし、その中に人狼は一人もいないです。だから、なんか村人同士で、なんか、ね、そんな、うん、なんていうの仲間割れする必要は全くない、ないです。えぇ、なんで私は心配ないの ?7 <laughs>、ね、んで5を入れて終わりか。 絶対、お番さんが普通にシンプルに黒です。夜が来ました。目を閉じてください。<laughs> リアキ<教>や。<laughs> 話し方が本当に死んだもん。うん、死んだけどね。あなた死んじゃないの。死んだけどね。死んじゃないの。死んだけど死んじゃないの。死んだけど死んだよ。死んだけど死んだんだけども、発言が死んじゃないの。狂ってやがるぜ、2番。<laughs> 7巻で3と4で5を入れたら終わりじゃん7かめかもえ5番何これ7番ゲーム終了人道の勝にりょうきょうや。 なるほどね。えっとー、毒を持ったのか ?5 人。そういうことほら、夜で毒薬で一人殺すことができるってことでしょ <laughs> ?7 が5人入れた <laughs>。毒殺だって <laughs>。